今日の御言葉、ペテロの手紙第1、1章18節から21節。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。私たちは金や銀などの虚しいものではなくて、神を信じるものです。私たちの信じる神様がイエス・キリストのたっとい血を通して私たちを贖い出してくださいました。私たちはイエス・キリストの血によって清められたんです。こんなどうしようもない私たちが救われたことに感謝します。今日も最高の神様に対して信仰と希望を持って歩んでいこうではありませんか。 All for Jesus!